踊り子列車。踊り子は、東日本旅客鉄道、JR 東日本、伊豆急行、東海旅客鉄道、JR 東海及び伊豆箱根鉄道が、東京駅伊豆急下田駅、修繕寺駅間を、東海道本線、伊東線、伊豆急行線、伊豆箱鉄道寸ン線経由で運行する特別急行列車である。なお、本校では、同一経路で運行されている。 スーパービュー踊り子などと共に、首都圏と湘南、伊豆半島を結ぶ連絡列車の遠隔についても、記述する。特急、踊り子は1981年10月に、特急系、車両183系で運行されていた特急、天城と急行系、車両153系で運行されていた急行、伊豆を統合し、特急系の新形式185系を充当して、 運転を開始し、その後1990年4月には251系を導入して、新宿駅、池袋駅、東京駅伊豆急下田駅間で、スーパービュー踊り子の運転が始まっている。踊り子の列車名の由来は、川端康成の伊豆の踊り子にちなんでおり、一般公募により決定した。定期列車は、東京駅伊豆急下田駅間に3、 往復運転され、このうちに往復に、修善寺駅発着の列車が連結されており、その場合は、熱海で修善寺駅の5両を切り離す。残りの重量は、伊豆急下田駅。車内販売は、定期列車では、東京伊東間のみで実施。この際、修善寺駅の増結編成側には、ワゴンは乗り入れない。臨時列車では、車内販売が実施されないことがほとんどである。 このほか、新宿駅、池袋駅発着で、臨時列車が運転されることがある。2015年3月からは、上野東京ラインの開業に伴い、阿弥陀駅発着、上磐線経由の臨時列車。2015年8月からは、大宮駅発着、上野東京ライン経由の臨時列車がそれぞれ、設定されている。大宮総合車両センター所属の185。 軽電車を使用し、グリーン車、普通車で編成されている。重量基本編成では4.5号車に、グリーン車がある。これは普通列車グリーン車と合わせたためである。東京駅、熱海駅間においては、在来線特急列車では、最長編成となる15両編成の列車が、設定されている、107号と108号は重量、編成。 普通車には自由席の設定もあり、伊豆急下田駅発着、主前寺駅発着ともに2両設定されている。なお、2007年3月17日まで、伊豆急下田発着編成は、大型連休、夏休み期間、年末年始以外3両であった。一部の臨時列車は、全席指定席であり、前述の常磐線経由の臨時列車は、全席指定席である、常磐線の特急である、 日立、時和では座席未指定券により席利用や立席乗車ができるが、本列車を含む臨時列車については適用されない。田町電車区に所属し特急、天城等に重当されていた百八十三系は、九百八十五年三月の東北新幹線、上越新幹線大宮駅上野駅間の開通により捻出された新前橋電車区配置の百八十五系の一部が、 田町電車区に入りしたことにより、松本運転所に転出した。その後、2005年に臨時、踊り子が、千葉発着で設定された際に183系が、使用されている。このほか、14系客車が、臨時列車で使用され、普通座席車両のみで編成したものに加えて、ジョイフルトレイン、サロンエクスプレス東京を用いた、サロンエクスプレス踊り子も運行された。 平日は、新宿駅伊豆急下田駅間に1本、東京駅伊豆急下田駅間に2往復、伊豆急下田駅池袋駅間に1本が運行される。土曜日、休日には、新宿駅発の列車が池袋駅発に変更されるほか、新宿駅伊豆急下田駅間と伊豆急下田駅、東京駅に各1本運行される。さらに繁忙期には1往復が、 大宮駅発着に延長運転されるほか、東京駅伊豆急下田駅間に降り2本上り1本、伊豆急下田駅新宿駅間に1本運転される。大宮駅発着列車については、踊りことことなり湘南新宿ライン経由で運転される。車内には、日本レストランエンタープライズのビューアテンダントが、全区間乗務し、乗車時の特急券のチェックと、車内サービスを担当している。 格弧書きは一部列車が停車。大宮総合車両センター所属の251系電車が使用される。2002年から2003年にかけて251系のリニューアル改造が行われた。グリーン車を含めた全車座席指定席で特急料金は踊り子、リゾート踊り子に比べて割高な A 特急料金が適用される。各先頭車両には 展望席が設けられており、1号車はグリーン席で2列6席、10号車は普通席で3列12席である。当日するリゾート踊り子と同様に、展望席を利用する際は別料金は不要である。グリーン車の1.2号車と普通車のうち10号車は2階建て車両であり、会場は1.2号車がグリーン座席、10号車が普通座席、開花は1号車が グリーン車専用のラウンジ、10号車が子供用のプレールームである。また2号車には定員4名のグリーン個室が3室設置されている。その他の車両、3号車9号車はハイデッカー車両である。乗降車口は2.35.710号車。ドアに窓のある車両に限定されており、アテンダントから指定席特急券の改札を受けてから乗車する。 終着駅では1から15車すべての扉が開く。なお、JR 東日本の在来線特急としては唯一、グリーン車で、ソフトドリンクとおしぼりの提供サービスを実施している。リゾート踊り子は、国鉄分割民営化後の1988年7月から、伊豆急行2100系電車、リゾート21を使用して、東京駅伊豆急下田駅間で運転される。 臨時特急である。なお、運転開始前の1988年5月のゴールデンウィークには、同区間で全席指定席の臨時快速、リゾートライナー21として運転された。臨時快速、リゾートライナー21の停車駅は、東京駅、品川駅、川崎駅、横浜駅、大船駅、平塚駅、神津駅、小田原駅、真鶴駅、湯河原駅。 熱海駅、くるみや駅、あじろ駅、伊東駅、伊豆高原駅、八田川駅、伊豆稲取駅、河津駅、伊豆急下田駅であった。2010年10月現在、特定日の度休日の運転で、通常は東京駅伊豆急下田駅のみの運転だが、稀に伊豆高原駅東京駅で運転されることがある。東京駅横浜駅大船駅小田原駅。 湯河原駅、熱海駅、安城駅、伊東駅、伊豆高原駅、伊豆あ川駅、伊豆稲伊取駅、川津駅、伊豆旧下田駅、伊豆急行2100系電車、リゾート21、一部では黒船電車で運行される。1988年の運転開始当初、リゾート21は普通車のみで編成されており、定期列車と異なり全車座席指定席であった。 1990年よりリゾート21用に増備された特別車用ロイヤルボックスグリーン車として連結している。全車座席指定席であるが、もともと伊豆急行線内で観光列車であるリゾート21を使用していることや、両先頭車に展望席が備えられており、観光列車らしい列車である。車内販売は行われていない。 なお、JR 線内の特急料金は B 特急料金が適用される。1998年から夏季に姉妹列車である C リゾート踊り子の運転を開始した。当初は1日に朝の下り1本のみだったが、2002年夏季からは夕方の上り1本も運行を開始した。1日一往復で東京駅伊豆急下田駅の運行であるものの、リゾート踊り子が 伊豆急下田駅を中心に据えているため、東京駅を午後に出発するダイヤを組んでいたのに、対して、この列車は、東京駅を午前中に出発して、東京駅へ、同じ列車で日帰りが可能なダイヤを組んでいる。さらに、2002年10月から、春季、秋季に、フルール踊り子が、シーリゾート踊り子と同様の時間で運行されていた。しかしながら2005年夏を最後に、 夏季は運行されておらず、また2006年5月からこの時間帯の列車はリゾート踊り子81.825として運行されていたが2008年の春季を最後に運行されていない。これらの列車には従来ロイヤルボックスは連結されなかったが2006年10月運転のリゾート踊り子81.825より連結されるようになってい。また リゾート踊り子と異なり自由席も設定されていたが、2008年2月には全車指定席に変更となった。マリンエクスプレス踊り子は、2012年12月から、土休日を中心に、鎌倉車両センター所属の E259 系を使用して、東京駅伊豆急下田駅間で全席指定席、グリーン車含むで運行される臨時特急車である。特急料金は、 え特急料金が適用される。東京駅、東海道線ホーム横浜駅、熱海駅、伊東駅、伊豆高原駅、伊豆あ川駅、伊豆稲取駅、河津駅、伊豆旧下田駅。もともと、首都圏から伊豆半島へ向かう列車は、丹那トンネル開業前後の東海道本線。丹那トンネル開業前は、同線の洪水駅、熱海駅間は、熱海線と呼ばれた八井島線へ向かう列車があった。 戦後、1949年に週末のみ、運転されていた臨時列車ではあるが、東京駅、伊藤駅、主前寺駅間で運行した準急、いでゆがこの列車の源流である。その後、様々な変遷を経て、現在の踊り子になったのは1981年10月、153系電車、165系電車から185系への置換に伴う、 特急、天城と急行、伊豆の統合によってである。185系、251系とも、老朽化が進行しているため、置き換えが計画されている。185系については、あずさ、海事への E353 系導入で余剰となる、松本車両センター所属の E257 系を、リニューアルして、東海道線に投入し、置き換えることが発表されている。 251系については、2020年春から新型観光特急列車として e261 系8両に編成を導入することが発表されており、公式発表はないが、この新型特急列車の導入に合わせてスーパービュー踊り子を廃止する旨の報道がある。東京駅熱海駅伊豆半島駅間を走る列車の名称はかつては前期したように数に富んでいたが。 徐々に、統配合されて、踊り子一種類のみとなった。多種多様な名称が存在した背景としては、列車名称を分けることで、座席指定権の誤発見を防ぐことや、目立たせて乗客を各列車に分散させることなどがあったとされる。50音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。